ルーメンフィールドはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルにある多目的スタジアム。アメリカンフットボールやサッカーのほか、コンサートや見本市にも使用される。また、スタジアム自体が複合施設となっており、ワシントンミュージックシアターのあるイベントセンターや公共プラザも入居している。NFL のシアトルシーホークス、MLS のシアトルサウンダーズ FC、 XFL のシアトルドラゴンズのホームスタジアムである。シーホークスと MLB のシアトルマリナーズがかつて本拠地にしていたキングドームが2000年3月26日に爆破解体され、その跡地に建設された。南隣にはコンサート会場ワムシアターを挟んでマリナーズの本拠地 T モバイルパークが建っている。スタジアム建設には当時 シーホークスのオーナーであったポールアレンが関わっており、建設に際しスタジアム運営企業、ファーストゴーリンクを設立した。2002年にシーホークススタジアムとして会場。通信大手のクエストコミュニケーションズインターナショナルが、命名権を15年7500万ドルで取得したため、2004年6月24日から、クエストフィールドになった。2011年6月に、クエストが、 センチュリーリンクに買収されたため、現在のスタジアム名へ変更となった。2020年には、センチュリーリンク社が、ルーメンテクノロジーズと改名したため、スタジアム名も変更された。シーホークスファンのクラウドノイズは NFL でも随一と言われ、2014年には137.6デシベルを記録した。ありがとうございます。